はい、こんにちは。今日は1月10日締め切りの3、4年生月の砂漠を旅のラクダが行きました。こちらの、お手本ちょっと解説しながら書いていきたいと思います。ですね、では実際にちょっと書いていきますが、ちょっと拡大してみますね。なんかまだまだ使い慣れなくて、このあたりでしょうかね。はい、ではこちらに書いていきます。まず月ですけれども、中心線よく見ておいてください。そこから気質、はい、しっかり出しますね。そこから左です。左へ行くとき、あまり長すぎない方がいいかな。なぜかというと、ここの部分、右の方が少し長いぐらいがいいので、同じかやや長いぐらい、だから右が浮かないようにしましょう。というところで、マス目の中に書くときには下いっぱいまでやっちゃうと、右がどうしても短くなって傾きやすいので、その辺注意ですね。あ、そこからもう一つ、ここをしっかりと開けてあげるっていうこと。上と同じぐらい開けるんですけど、下がだいたい2倍ぐらいでしょうかね。そのぐらいになると比率としてはとても綺麗なので、はい、そのあたり気をつけましょうか。で、のですけど、のここね、少し引いてあげて、そこから出発すると失敗なくここがしっかりとつきます。はい、それから砂漠といきますよ。砂はここ長いんでしたね、覚えてますか皆さんね。長くしておくことと、ピーってまっすぐじゃない、こうでもない、線の質としたらこっちです。こう反るような感じで長い、そこからこんな感じ、この辺から入ります。ここからこういうふうにくねっと持ってくるんですけど、真ん中を通過、そして横へ跳ねるようなイメージで、あんまり跳ね頑張んなくていいです。ここから受けを頑張って受けましょう。ここ、はい、次ですね。歯ですけど、左側このぐらいの長さ、ちょっと下を開けておきたいぐらいですね。マスいっぱいに書くのはいいことなんですけど、漢字が入ってきてますので、漢字をね、やっぱり目立たせたいっていうのもありますので、でここさらにここは少し開けるぐらいで、点々、これ歯の元となってるのはこの波という字です。これをイメージしながら、この三髄が一本に変わったんだよっていうふうに思いながら書くと、またちょっと変わってくるかもしれないですね。はい、くですね。くこれ真ん中の線から、あ、線じゃない、線より右側から始まります。右側から始まってまた通過して、こう戻ってきて、また右側で終わるんです。でその時にちょっとここをね反らせるぐらいな感じを見せましょう。はい、次ですね。これ難しいですね。お、難しい方のおなんですけど、これ短くしておいて、頭しっかり出したら、ここキュッとまっすぐ持ってきます。そして右側に少し行ったら、ストンと下ろすような感じで、で遠くから、ここが一番強いとこかな、強く入れといて、こう横へ持ってきます。でこの斜めのライン、これが出るといいですね。はい、点を打って次ですね。はい、漢字が2つ目出てきました。一番難しいでしょうか。3、4年生の課題ですけど、多分4年生しか習ってないでしょうね。ここ位置的には真ん中の線よりもちょっと左ぐらい、真ん中じゃないんですよ。ここの2等分の真ん中ではなくて、ちょっと右寄り。なぜかというと、こういうふうに左側を出したいから、ここを出すんですね。でちょっと肩を落としたような感じで、こちら側で、これもしっかり長さ出します。で次が、ここの1画目よりもさらに上に行きたいんです。気持ちとしては上でも、実際狭かったりするので、まあ気持ちだけって思ってください。下にならないように 1,2、 そして次も 1,2 で 1,2 っていう、この2つっていう塊で書けるといいですね。はい、のですよ。隣にまたのがあるので、なんかあまり違わない方がいいかな。そう、
まあ、大人の書き方としたらいろんな脳を書いて楽しむっていうのもあるんですけど、今はそうではなくて、ちょっと整った感じでいきたいのでね。で、上からラです。こう来てこう、間違ってもラはこっからこういう風になってはいけないというところ。何が違うか分かりますかね。点からの流れが上にこうに行かないことです。必ず上から下がってくるっていうのを、いつも頭の中で描いてください。これラというのはもともとはこちらの量という字がこれできてるんですけど、点がこれですよね。点点こんな感じですか。そう、次くです。先ほどくもありましたのでね、復習になります。はい、何回やってもこのたというのは意外と難しいようなんですけど、こう上がります。上がって真ん中に来ちゃうとこのラインしか作れなくなっちゃうんですけど、真ん中ではない、ここからすぐ上あたり、ここからこう斜めのライン持ってくる。そうすると左はしっかり長さが出ていて、右側が少しだけっていう状態になりますね。で、ここからこういうふうにここを広げてあげようとすることですね。そうで、こちらが長くなるような感じ。そうすると何がどうなるかっていうと、ここがこのラインができるのでちょっと三角形っぽくなるじゃないですか。これがね、美しく見えるコツです。こうして縦のラインがまっすぐすぎたり、あとねこっちが出なかったりするとやっぱ狭くなるのと傾きやすくなったりするので、しっかりこのラインを出すことと、こちら側もしっかりと左側に行けるようにすること。はい、次かですね。はい、またこれもちょっと難しいですけど、かはこちら側、左側頑張らないでください。半分土地を上げるような気持ちでね、ここしっかり開けてあげましょう。はい、それから 1,2,3 個目の漢字ですけれども、真ん中の中心線近くから始まりますが、1画目こう横へこっち向きにこう行く感じで、このすぐ下あたりからでいいんですけど、ちょっと方向下めな感じ、行く方向ちょっと違いますよね。こう行くのとこう下に行くのと。そう、そしてこっち側、作り側を広くしてあげたいので、中心線よりも一本左側にもっとまた違うこういう揃う線ができてるようなイメージがいいです。ここの1個2個はね揃ってます。で、右側をなるべく広くしてあげるように意識をしながら、ここ漢数字の2がこうきます。1個目はこう反る線と、こちら側、こっち側にこうやって反る線。その時ここはしっかりね、一番長く出るとこなのでしっかり長く持っていきます。で、ここお腹広くしてあげるような感じでって思うと、ここに気質をしっかり入れてあげればグワーンとこんな感じでこう広くなるんですよ。で、気持ちここを広くしようとすると、ここもちょっと湾曲するような、ただのまっすぐなビーっていう棒にならないで済むっていうかね、こういうところの意識を持つことで丸くしてあげると、より、小さいマスをねうまく使うことができます。はい、次です。来ました。と汚れるのでここちょっと敷きますね。そう、皆さんも書くとき何か手で汚してしまうので、ここどうしてもなんか下敷きでもいらない紙でもいいので、ちょっとこうやって当てておいてくださいね。そうするとね、作品綺麗に仕上がります。木のこの2本ですけど、こう両方がこういう風に反るように、こういう感じですね。これ次の間とちょっと違いがあるので気をつけましょう。で、さと一緒でこう同じように貫いて、受けをしっかりしてあげながら、こちらそうで、先ほどのこの2本の違いを言いましたが、間ですが、こうふっくらふっくらきます。これが間ですよね。こう来てこう、こんな感じ。そう、間というのはこれ見てお分かりの通り、元となっているのはこの字です。
こういうのを思い浮かべながら書くと、ああこっちが長いのってそういうことかとかね、だんだん分かってくると思います。はい、次C ですね。C は真ん中の線はここにありますけど上に乗っけないでください。左からあちら側へ、これ行き先によってはねすごく細くなってしまったりするので、こう来てこうになるとほら上に向かっちゃうと、ここのね横幅がこんなに狭くなるので、ここ方向が大事です。どちらに向かっていくのかというところ意識をしっかり持ってください。で最後タですね。タ復習です。はい、右側ほらこんなに右より上に上がりますよ。すぐ上に上がってここでいいです。したらもうこれで、でここ広く取れますよね。こう来てこう、ちょっとあまりにもでだ、うん、ちょっと出なかったかな、このぐらいでいいでしょうか。で丸ですね。で学年書きます。3,4 年生なので小4でいきましょうね今日はね。 4とかこういう漢数字平べったく書くとかっこいいですね。とてもあの四角にならないように薄くっていう意味です。ここ横幅はしっかり取りましょう。はい、こんな感じでしょうか。ちょっと全体像を写しておきましょう。あ、写せない。このぐらいでしか写せない。まあ、こんな感じですね。はい、皆さん、今月も頑張ってください。